八代目三省家小勝は東京都出身の落語家。本名小林守居。落語協会に所属していたが、脱退。出林は井出の山吹。1957年3月、六代目三省家小勝に入門し、三省家賞2で初講座。1960年3月に詰め昇進。1971年に、 師匠古葛没後は、初代林家三平一門に移り、1973年3月に三正院勝也、立花の屋円平、三遊亭三世、三代目吉原朝馬、柳屋小信、柳屋家,家、L、桂小松、林家枝に、柳屋三吉と共に、新内昇進。1992年に一歳年上の兄弟子七代目、古葛が亡くなり、 1994年9月に8代目三照家、枯渇襲名。2016年、落語協会からプロフィールが削除される。脱会の詳細について、落語協会からはアナウンスがされなかったが、それ以降も、落語会などの活動は継続している。なお、弟子の梅介は、落語協会に残留している。本名の読みが5代目、柳屋古参や4代目、 桂美ラミと同じ小林盛雄であり、子さんからよく稽古をつけてもらったという。三照家勝次時代は、1969年から1年ほど、商店の大喜利レギュラーを務め、一時期、弟弟子の三照家勝松も出演していた。林家コンペイとはほぼ同年代で仲が良かったという。また、 北海道の HBC ラジオで毎週土曜日午後の時間帯にダイナミックサタデーと夢色土曜日これがラジオだ夢色土曜日晴れた顔して太鼓ですの中継リポーターを長年務めていた特にダイナミックサタデーでの活字の5人ピックのコーナーでは競輪の予想なども言っていた1988年9月に夢色土曜日 晴れた顔して太鼓ですの番組終了とともに長年勤めた HBC ラジオの中継レポーターを卒業した。かつて税務大学校の札幌研修所で長く特別講師を務めてお日時期北海道に居住していた。現在では各地で人生と修行、交通安全、リサイクル、福祉、人権などに関する講演も行っている。趣味は釣りで、 落語釣り落としの会の初代会長も務めた。競輪にも精通しており、1980年代には、常時特別競輪中継のゲストとして呼ばれていた。そのため、中野光一とも交友があり、1994年の、枯渇襲名披露工業の際には、中野本人名の花輪が飾られていた。ツイッター、ツイキャスに旧代目参照へ、枯渇を名乗るアカウントが現れたが、 真偽のほどは不明である。ありがとうございます。